ます。あ、インポスターだ。早い。めっちゃ早い。早い。なんか絶対事故の気がすんだよな。ここでも聞こえてるってことだ。おお、なるほど。ちょっとみんなに説明したいんだけど、本来だと、あ、どうもです。グータミさん、どうも。ちょっと説明なんだけど、グータミさん聞こえます？あ、聞こえました。なんか遅れるんですよね。ちょっと遅れて始まるんですね。なるほど。お願いします。いや、お願いします。ちょっと今、リスナーさんに向けて説明してて、すいません。いいっすよ。あ、始まっちゃった。あ、こういう感じなんだな。こういう感じ。面白い。喋るのキラキラしてますか？あ、してる。綺麗。わあ。これで誰が喋ってるか分かるってやつですね。すげえな。分かりやすい。めっちゃ分かりやすい。サイズ、あ、サイズ合わせだけちゃんとやってくれてたんですね。まるちゃんの方で。はい。自分が見てる画面だとキラキラしてるんですけど、OBS の方ではキラキラしないから、リスナーには見えてないかな。ああ、なるほど。なので、オーバーレイ表示をしておくと、これでいけます。あ、そこもオーバーレイのうちなんだ。なるほど。あ、そうなんですよ。オーバーレイで、メタクのリンク内にアドレスあるんですよ。ああ、そういうことか。それをブラウザーの方に貼れば、表示されます。これでどう？光った？あ、多分更新しなきゃダメかな。あ、そうですね。それで。更新してみました。はい、これならわかりやすい。あー、で色がずれてる場合はブラウザーのサイズが合ってないので、そうですね、力技で合わせにいく感じで、そう、あのブラウザーの OBS のブラウザーの、このベタクルリンク入れた側のあとブラウザーの幅高さあるじゃないですか。はい、あれを幅を1920、幅1920、はい、はい、で高さ1080、高さ1080、はい、にすると画面に合います。あとはその画面サイズで微調整すればいい。おお、いい感じ。ピタッと、僕に入ってる、すみません、本当寝ぼせしませんでした。ちょっと待って、調整するわ。じゃあちょっと待ってね。こっちのブラウザオフにして、ここからですね。ここからなの。ここはみんなの声聞こえるんだね。なるほどね。あの会議室とかにいたりとかっていうので聞こえますね。なるほど。ちょっと待ってね。変えまーす。はい。人が現れたらみんなの声が、はい、ああ、に来た。おー、たけさんの声聞こえてるよ、綺麗に。聞こえるね。聞こえるね。普通にディスコードの、音と変わんない、ね、この距離だと。でもこの左右になるの面白いね。あ、面白いね。なんか嫌だ、耳が。嫌じゃないこの感じ。片方側から聞こえんの。コンプ聞こえねえんだ。おもろ。すごいな。ミサボが来てるとダメなんだ。あ、そっか。なるほどね。はい。でも俺今聞こえてるけどな。よくできてますね。そういうことか。俺はインポスターだから聞こえてるのか。なるほどね。そうなんですよ。聞こえるんですよ。うわあ、面白いなこれ。すごいね。おお、聞こえたみんなの声。すごい、みんないる。何かなんか喋ってたんじゃないのさっき。更新ボタン押せよ、更新ボタン。更新ボタン押せよ。誰もミサボやらねえ。ダメっすよ、更新。ああ、ちゃ、なんかコミサボ中、チャーさん聞こえたような雰囲気ありますけど、大丈夫ですか、これ。ちょっと、ほら、俺のことやってみろよ。俺のことやってみろよ。みんなの声がどんどん。みんなの声がどんどん。あれどこ行った？はい、OK。うわー、誰？通報って死体ありますよね。どこにある？通報。何ですか？いなくなってる。いつだ？てか、あ、ファテニーと、神宮寺と、チャーさんと、あれ、はい、マロさんがキッチンで沸いてるんですよ。はいはい、沸いてます。で、お店もなった時に、チャーさんを僕がキッチンに置いて、しかもちょっと手もでき行こうぜって若干振って、僕振りながら、聞こえてないはずのチャーさんに手もでき行こうぜって言いながら、僕コムサボ行ったんですよ、最後。はい。そしたらチャーさん置いてきてるんですよ。なるほど。手もできの先っちょにこれファテニーの下いいですよね、これ。そうですね。ああ、なるほど。
もう俺黒いけど俺じゃないんだよ。黒いけど俺じゃない。流れ的にそうだね。でもテロデッキだとココピットのベントもあるんで何とも言えないんですけど。なるほど。人たくさんいましたもんね。ただ僕チャーさんといるとよく死ぬんでチャーさん黒いと思ってます。停電。チャーさん、チャーさんが言いますけど、チャーさんどう思いますか。チャーさん僕は今すごい怪しいんですけど、全然、はい、あの本当に声聞こえたんです、正直な話ね。テンポデッキ行こうぜみたいなのを聞こえて、でそのタイミングであのコミューサボの時に僕あのあベターリンクがバグってるんやと思ってリンあの更新ボタンを押して多分つながったタイミングでそこが聞こえたんですよ。おお、ちょっともういいです、このメタ発言はなかったことにしましょう。真っ白やな。大丈夫です。じゃあさっきこれちょっと黒目に見ておくぐらいですか。そうエンターテインメントかましく。ペイト君いませんでしたね。いませんでしたっけ。いや覚えてない。いや覚えてないですね。いっぱいいました。全員いた。あ、そうか。いた人誰ですか。はい、いなかったのか。いや、多分いなかった。そしたらグリーンカッツさんは結構白系かな。イエス。なるほど。なるほどな。これはチャーさん。チャーさん。弁論の余地はあるはずだけどない。弁論の余地はあるはずなんだけどないな、俺には弁論をする資格が。じゃあ、執行猶予1ターンですね。執行猶予。入ってる。おお。執行猶予だ。こういう危なっ。勝手に。ここで聞こえる。これファテニー死んだら映らなくなっちゃうんだね、右のやつに。ああそうなんだ。そうなんだな。へえ。ホーダさんや。おお。おお。タケさんも。どうも。元気ですか？元気ですけど。やめてやめて、コーダさんはインポスターでしょ、どうせ分かってるよ。なんでやねん。やめて。ちゃんと俺ここで覚えるもん、ちゃんと覚えるよここ。はい、やめて。はい。あ、ちょっと先停電直してくるわ。停電停電直すわ。停電ね、停電直しに行こう。はいはい、オッケーオッケー、直した直した。待って、直ってない。ちはやさん今です、ちはやさん今です。やる。はいよ。イエーイイエーイ、ナイス。マラさん、ベント入ろうぜ。マラさん、ベント入ろう。はい。あ、こんな感じで聞こえるんだね。あれ？あ、すごいね。あれ？あれ？なんだこれは。あれ？あれ？あれ？逃げろ。ボタン。あれ？ボタン、やめて。あれ？あれ？あああの、あの、ごめんなさい、チャーさんどこで発見ですか。カーゴベイのところの、カーゴベイ、はい、あの貨物、貨物ですね。貨物、はい、の上から来た、アーカイブから来たところの付近、ね、はい、もう犯人2人分かってます。はい、2人、はい、ウルタミント神宮寺で見ましたね。はい、見ましたというか聞きました。聞きましたね。はい、聞きました。ベントのアーカイブのベントの中からイチャイチャする声が聞こえまして。何ですか。おー、なるほど。ベントアーカイブのベントの中からやたらとイチャイチャする、はい、こうなってんだ、面白いねっていう声が聞こえまして。僕と神宮寺とグルタミンさんがアーカイブにした時にどこからともなく聞こえて、そしたら弁当の中から千葉さんが出てきました。そう。で、そこで会話していた相手が黄色マロさんです。違う。で、ショテキルは、キッチンにいたのはマロさんでもあるので、チャーさん以外に犯人がいるとしたらマロさんですね。でもだって私コメサボ行ってるじゃないですか。イチャイチャの罪がございます。あとは皆さんにお任せします。でもな死体の前にチャーさん立ってたんだよな。うん、立ってましたよ。通報しましたからね、今ね、私。いや、面白い。強いね。どこ、もう、グルタさん二人で、とか言ってきた。なんなら分かってて電話したからね。あ、いるじゃん、つって。
どうしよう。え、どっちを釣るんですか？これどっちもいいっすよ。僕いい。奇数だからどっちか釣れるかな。どうしよう。おお。誰だ？いいね。よしよし。もう2キル取ろうぜ。もう2キル取ろうぜ。もうやばいやばい。もう2キル取ろう。超えてくんだよな。もう2キル取るぞ。来い。あーちゃんさんいる。やべえ。やらせないよ、ディングジさんよ。やだ。あーちゃんちゃん。ちょちょちょ待って、まだ直さないで。押させねえぞ、絶対。よしよし、いいぞ。はい、3秒、2、1、ゴー。よいしょー、ナイスダブルキール。決まってる、決まってる。死んでる、死んでる。3キル。ちょっと、ちょっと、昇降機左側でものすごいマウスの連打する音が聞こえて、マロさんがいますんで、とりあえずやらかした。まあ、とりあえず千早さんに、クルメと票を合わせないとやられるんで。はい、じゃあ千早さんで。千早さんからエクションコメント。キルさんのマロなんだけどな。いや、2体転がってますよ。何ですか。めっちゃもうヌーも乗って右行ったらチャーさんが直して、その間に左からカチ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 。ダブルキル決まったな。気持ちよかった、気持ちよかったな。いや、最高のキルだったな。ありけー、ナイス。いや、最初全然分かんなかったわ。ボタンを、お、俺はもう押しちゃったから。あ、いいぞ、これまだあるんじゃないか。誰か聞こえてる。あ、コミーキー。さすがにあれか、グルタミンさんの声を。お疲れ様、ミカツさん、ミカツさん。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あー。もう一キル取ってもらいたいな。俺、押したっけな。俺あるんで。もう一キル、もう一キル。あー、間に合わないかな。モンバシャがみんな、ちょっと、早く。絶対、あいつ絶対モンバシャるから。あの黄色いやつは。ないように。絶対、見つかないように。早く。早く、あと1キル、あと1キル。絶対、絶対いない。あと1キル。あと1キル。チクショー、間に合わない。危ない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 。なんか台の男が3人くっついて。だからいなかったんですね。お願いします。初テキルの時は、初テキルの時は、あれですね、チャーさんがやったってことでいいですよね。チャーさんだと思います。そういうことでいい。今一連卓勝してませんでした。今一連卓勝してましたよね。今一連卓勝してましたよね。私たち私たちが一連卓勝してましたよね。おかしい。でも初テキルはねえ、丸さん、チャーさんだよね、これね。チャーさんですよ。私、本当にやってないんだもん。俺の方が濃く見える要素、どこ？いや、どこ？お願い。今だけでいい、信じて。めたいこと、めたいこと発言してたしな。メタは許して。メタはごめん。メタはごめん。そう、まあまあ、チャーさんが可愛すぎる。危ない危ない。あぶなあ、もう分かっててやられるのが一番怖い。ナイスー、ジジー。分かっててやられるの一番怖い。帰ってくると聞こえます。おお。まあ、これが近浜でございます。楽しゅうござる。めちゃくちゃ待ったっす、常に。そうなんですよ。で、天国へ行っても幽霊の声が聞こえるので、インポスターに関しては。あ、そうなんだ。聞こえてるんだ。そう、インポスターは幽霊の声が聞こえます。はい。会議中は、天国にいる人はそれだけで、会議は会議の方で音声別なので、会議中も天国同士で喋ったらいいですね。はい。果てにコミサボいたっていう噂を。あ、いたんだ。あ、いましたよ。
いました、いました。マロと一緒に行って、その後、展望台で一緒にタスクしようって言っても、俺が守ってあげるねって言ってるところを切りました。うわぁ、大変悪いなぁ。やった方がいいなぁ。それはやっやられてしょうがないやつ。俺が守ってやれよ、なんかそんな。昭和じゃねえんだから。昭和だろ、そんな。それは言われようが残念ながら令和でしょうがねえ令和だからもう時代が違うんだよ時代がちょっとだけ喋ってきまってちょっとどうしてもトイレ行きたい行ってらっしゃいこれも行きたい行ってらっしゃいませみんな行くんだツレションめちゃくちゃ恥ずかしいな。マジで恥ずかしいんだけど。今とか切り抜いてベールちゃんに聞かせやろうぜ。やめなよ。じゃあみんな切り抜いといて今のとこ。ベールちゃんに送るから。ベールちゃんに見せるな。ああ、面白い。いいねぇ。ファッティニーマのショートとかで出してほしいなぁ。ショート。最高だった、ほんまにこっちだからね。5回見る。すげぇなぁ、ほんとに。いや、ほんま、すごい。俺もまさかマラソンやと思わなくて。うん。で、あの、展望のめっちゃ見つかりづらいとこ行ったいの、マラソンが。うん。あ、マラソンするんだなぁと思って。よっしゃ、マロさん、僕が守ってあげますよ。行った瞬間にぶち殺された。俺も守って。悪い、俺も守ってくれるか。頼む。やめてもう。男だけの守ってくれるか。俺男だけの守ってくれるか。守ってくれるって聞いたんだけど。守ってくれよ。男だけのもよ。おい絡まれてる守ってみろよ守ってみろってんだよおー守らへんもう